はい、皆さんこんにちは。星空の招待席です。これを撮っているのはですね、なんと出発、日本に戻るんですね、出発する、当日です。はい、当日ですということはどういうことかというと、こちらが、月曜日ですねの朝、日本はもうあの日、ごめんなさい、火曜日になってますね、そんな時間にも撮ってるということで、本当生って感じですね。今回もですね、星空の招待席、本当はいろいろにぎやかにやりたいんですけど、一人で撮らざるを得ないこの環境、もう出発前ですからね、ということでこれからシャワーを浴びてもう準備かなっていう感じでしょう。さあ、それではですね、今回迫力満点ロゼッタが間近で見た水星ジェットっていうあの記事があるので、これもアストロアーツ社さんの、記事から行ってみたいと思います。それ以外にもですね、なんかやっぱりこのいいイベントはこの10月ぐらい星が見える時にあるんで、その紹介なんかもしましょうということで、行ってみたいと思います。本当にこれから、月食日に日本に行くんじゃないでしょう。ちゃんといろいろ仕事があります。それでは行きましょう。星空の招待席。はい、ですね、これはね、チェリモフですね、ゲラシメンコ彗星を観測中の探査機ロゼッタが、その彗星核から吹き出すジェットですよ、をわずか20キロ余りの位置から捉えた。20キロ近いですね。はい、まるで本当に映画のね、アルマゲドンとかと同じような感じなんでしょうかね。はい、これはね、10月6日のヨーロッパ宇宙機関からの記事なんですけど、欧州の探査機ロゼッタが、チェリモフ・ゲラシメンコ彗星を間近から捉えたということですね。9月26日に撮影された画像では、幅4キロの彗星核のくびれた部分から、消化した、氷や内部のガスが噴出し、これなんですかね、チリを放出しているのはよくわかるということですよ。こうした彗星の火頭をわずか20キロ、余りの距離から捉えるのはもちろん、史上初めてのことだということでして、こうして放出された物質が彗星の特徴である、コマっていうんですか、コマってのは大気の部分ですね、となって広がっていくということなんですよね。ロゼッタは11月に着陸機フェライっていうのを 地表に下ろして、今後太陽に近づくにつれてさらに活発化する彗星の、活動を10キロ未満の上空から、地表から、そして地表からですね、つぶさに観測するということなんですね。はい、これね、写真はですね、ラジオのところのページにできればこれね、上げたいと思うぐらいに非常にこれちょっとね、いいですね。ちょっとどっかに保存しましょう。白黒なんで、白黒なのか白黒に見えるのか分かりませんけど、そんな感じなんですけど、実にですね、やっぱり彗星を間近でっていうことはまず普通にあんまりそういうあれはないですからね。ちょっとこれいいんじゃないですか。はい、そういうことで、こんな記事が出ました。それ以外の記事もちょっと読んでみましょうね。はい、これです。10月8日、皆既、月食直前チェックとかね、そういうのもありますけども、これはもう8日ってね、その到着した翌日なんですよね。皆既月食、皆さん頑張って見てくださいっていうことなんですが、これね、これがいいや、これ。はい、福島星の村スターライトフェスティバルにアストラ社さんが、出展するということです。はい、私の大好きなアストロアーツ社。さんが出展するんですけど、これはね、10月の11日から13日に福島の田村市っていうところですね、開催される、星の村スターライトフェスティバル2014ということなんですよね。これのブースに来てくださいとありまして、ちょっとこの記事をね、少し読みますね。10月の11日の土曜日から13日の祝日、つまり11、12、13、田村市星の村天文台、福島県ですね、で開催される星の村のスターライトフェスティバルというのにアストラアーツ社さんが出展するということですね。ここにはブースではソフトウェアやムックオリジナルグッズなどの、特販売もしますので、ぜひ遊びに来てくださいということですよ。で、このね、問題はスターライトフェスティバルが何かってところですね。これがね、なかなかちょっと、いいんじゃないかっていうのがありますんでね、これも紹介してみたいと思いますね。はい、行け、5、飛びました。これね、田村市っていうのは、場所はですね、郡山から行くのかな、ちょっと交通機関から見てみましょうね。はい、交通機関、市政情報、これ関係ないですね。はい、まずですね、イベントでこの星のそのフェスティバルがあるんですけど、さてさてさて、これはそのまま今私がですね、ホームページで田村市につないでみました。はい、田村市情報よく分かりませんね。暮らしの情報、観光情報でいこうかな。観光情報を見ますと、イベント情報、温泉宿泊施設などもありまして、じゃあちょっと温泉宿泊施設の方行ってみようかな。私の好きなですね、これはね、なんかありますよ、老人のなんとか家みたいなのがあって、あらららら、ら、行き方があんまり書いてませんね。ありました、ありました。これはですね、郡山からまた電車に乗るんですね。はい、そしてしばらく行く
とその近くにあると。国道6号線沿いということですね、はい。よくわかりませんが、まあ、郡山から駅また何駅か乗るということで、最寄り情報とかもうちょっと丁寧に書いた方がいいですね。まあ、非常にここは宿泊設備とかあまりないところなんですけど、基本的に温泉はちゃんとありまして、それ以外に休憩施設っていうのがあるらしいんですね。泊まれるところもあるけど、その休憩施設というのが非常に良い感じですね、はい。ですからここでうまく見ていただければということなんでしょうかね。ちょっと私もよく分かりませんが、まあ、あとは観光施設ミュージアムなんてのを見てみましょうか。イベント星野村天文台、天文台通信というのがありますけど、いろいろありますが、えい、星野村ここですか、はい。11日からあるということですね。阿武隈堂とその周辺の会場でやるということですよ。まあ、いろんなイベントが書いてありますが、詳しい内容はありません。福島県田村市、滝根町、上又あざなんとかなんとかゼロ番地、はい、終わりました、はい。ということで次行きましょう。でもこれね、実は行ってみたいんですよね、私ね。行こうかなと思っちゃってますので、うん、はい、次行きましょう。宇宙エレベーターの話です、はい。2016年に国際宇宙ステーションの希望、日本実験連から軌道上に放出された小型衛星、そして日本の大学などが開発した5機が選定されたと。宇宙エレベーターやディブリ対策、デブリですか、対策への応用など、それぞれ、まあ、多様な 技術検証をするということですね、はい。でこれ JAXA は先月、宇宙ステーション、国際宇宙船希望日本実験連から軌道上に放出する小型衛星の選定結果を発表したと。何を飛ばすかですね、今年4月から5月にかけての応募から選ばれたのは、軌道エレベーターなどで利用するデザインデイデザーというのかな、展開する STARS の -C、 静岡大学宇宙ゴミ対策の技術を実証するやつとか、これはね、東北大学と中島田鉄工所ですか、そして東大の EGG、 よくわかりませんね。それとか筑波大学とかいろんなものが、早稲田大学の中の5機が、一辺10センチか30センチの立方体で今後の宇宙利用への応用が期待される技術実証を目指すということで、まあ、結局なんていうんですかね、希望の方に持っていって、そこから放出してやると。まあ、どの宇宙船で行くかは、その H2 ロケットで行くのか何か分かりませんが、そういうような形のことをしています。で宇宙エレベーターってね、これ非常に面白い話で、この話だけしておきますとね、いっそのこと宇宙空間、成層圏よりもっと上で重力から解放されたところから下に向けてエレベーター作っちゃえと。これね、実に面白い発想で、上から、あ、ごめんなさい、下からかな、上に持っていくと大変でしょ。もうそれが1000メートル2000メートルの話じゃないですからね、1万メートルになるんですよ。要するに10万メートル以上、ものすごい100キロ以上の高さのところ、もっと高いところに持ち上げるのは大変ですけど、上から下ろすのだったらどうだろうってことですよね、ですから、ある程度相当遠い高い位置から、ずっとエレベーターのようなものを下ろしていって、綱でもいいでしょう。そして下まで届けると、はい。そしたらそこから引っ張るとエレベーターのような状態でどんどん上がっていくだろうということで、現実的にはその宇宙エレベーター今真剣に考えてます。本当にできると1ヶ月ぐらいかかってね、宇宙に行くらしいんですけど、比較的、1ヶ月かかったら大変か、でも十分にね、可能性があるだろうということですね、はい。まあ、いろいろありまして、今回もですね、太陽よりも古かった、地球の水起源なんてのもね、本当は読みたいんですけども、太陽より古くから地球の水があるということ、火星やね、そして月や火星、水星の、まあ、そういうところに太陽の至るところにその水が見つかってるということなんですよ。でその当時太陽が生まれるその前後ぐらいから、もうその円盤状のその太陽系の元の中には水があったっていうことの結果も、これね、本当は実は面白くてね、読みたかったんですが、今回の方は残念ながら時間がありません。私はですね、これから日本に戻りまして、というか、まあ、日本に行きましてなのかな、そして、皆さんと一緒に月食を見ようと思ってます。最後に月食の話ですけど、これ10月の8日です。ですからこれが流れている翌日、かな、下手すると当日かもしれませんね、どこでも見れると思いますから、これはね、夕方の空、だいたい6時から7時、9時ぐらいまでかな、皆既食は19時から20時ぐらいの間、19時半から20時ぐらいの間、非常に見やすいところなんで、ぜひ見てください。星の綺麗なところでも大丈夫ですよ。星の綺麗なところは逆に月が消えた時に満天の星が見えるとかいいですね、ただ都内だとビルなんかと一緒に写真撮影してもいいのではないかと思っています。さあ、皆さんがどんなような星空の写真を撮るか、またそして星がどんなように見れるか、それは楽しみということで、できれば一緒に見たいですね、はい。今度はどこからかな、日本からかな、はい。また来週です。さようならです。どうもありがとう。
はい、この番組はあなたの街のエンターテインメントウィザードインがお送りしました。